私の名前は大岩真子、小学校4年生。私はこの2学期の初め、ボーイフレンドのアキラ君に振られた。振られた原因はわからない。ただわかっていることは、夏休みが私からアキラ君を奪ったことだけ。中学受験、私立希望、堀越に入ってスターになろう。マーコー、玉三郎、早く食べないと学校遅刻するわよ。はーい、はーい。ない、ない、ない、ない。アキラ君と一緒に撮った写真がない。嘘、嘘。そ、私のパパ、大岩洋介35歳。信じられないくらい平凡なサラリーマン。
井和幸子30歳。信じられないくらい平凡な主婦。マコはどうして？玉三郎と一緒に行きたがらないんですよ。何でも学校じゃ玉三郎の兄弟だということも秘密に。行ってらっしゃいませ。あなた、バス停こっち。今日から私もこっちから行く。は？そうですか。玉三郎君は堀越に入ってスターに。ああ、中山、お前は？僕は中学とか高校とか行かないで、直接小学校から東大に入っちゃおうと思うんです。え？今日の試験何が出るかね。私勉強してこなかった。私も。やだ。私の夢の中に出てきた。だらば。私があんた一人のために。ごめん、
言ってなかったっけ。あっち一人じゃないっちょ。え？私ビビアン。モンロー。オラモンロー。大丈夫よ。あっちの友達だもん。ねえ眠り。私たちお腹ペコペコ。何しろ8億年も何にも食べていないんだから、なんとかして。わかった。じゃあマコ。マコ？ビビアンとモンロ、お願いっちょ。ちょっと待って。あんたがマコ？マコマコってあんたたち失礼よ。ちゃんぐらいつけたよ。ご緊張。ねえマコちゃん何か食べさせて。ただ気持ち悪い。やだやだ。食べさ。気持ち悪い。ほら、そこのでっかいの、眠り起こす方法を教えなさいよ。ほら、知らねえ。ダメ、ダメ、ダメ、ダメ。何よ、まこちゃん、あなたってそういう性格だったの？そういう性格。おふざけでないよ、まこ。もう、ねえ、なんとかして。おら知らねえ。いやもう本当にちょっとちょっといい匂いするわよ。いらっしゃいよ。ほらあらあるわよ、あるわよ。どうしよう。ただいま。あ、お兄ちゃん。なんだよ。お客様。いくらでも入るわね。お願い眠り、あの二人をやめさせて。うちのお兄ちゃん普通の性格じゃないから、このままじゃこの家大変なことになっちゃう。お願い静かにさせて眠り。玉三郎、玉三郎、玉三郎。玉三郎、玉三郎。真子、お客様は？知らない。おかしいな。いたはずなんだがな。と思ったのに。タマサブロ、は？なんです？この意地汚い食べ方は。俺じゃないよ。俺そんなの知らないよ。嘘しちゃい。こんなことをするのは我が家ではタマサブロ、お前だけですよ。俺にはその決定的な決め方が面白くないんだ。なんですって？タマサブロ。ああ、お前じゃないってば。お前です。おい、うるさい。タマサブロ。ほら、俺じゃないよ。俺じゃないってば。ほら、無実だよ。前は正直だけが取り柄だったのに。なんで？あっちなさいって。無実だよ。あっちなさいって。ダメだ。ダメだ。俺じゃないよ。食べてないもん。ほら、食べて。ほら、どうだ。おっしゃい。ごめん、お兄ちゃん。食べたぶろ。あお兄ちゃんに悪いことしちゃった。ねむ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 。
そりゃあなたの8億年の眠りを起こしたのは私の責任かもしれないけど、お兄ちゃんまで巻き込むことないでしょ。愛してるとか愛してないとかの問題じゃなくて、あれでも私のたった一人のお兄ちゃんなんだから。あっち、そういうの大嫌い。行こう、ビビアン・モンロー。こんなうち誰がいてくれったって。誰がいてくれって言った。あんたなんか大嫌い。私だって大嫌い。いいだ。玉三郎くん、竹食いは体に毒ですよ。高山、俺の気持ちわかるか。俺は何もしてないんだ。俺は無実なんだ。なのにこの姿を見よう。俺は怒ってるんだ。俺は怒ってるんだ。玉三郎くん、落ち着いて落ち着いて。何？性の癖しやがって。俺なんか女の子と歩いたこともないのに。ガオ！玉三郎くん！玉三郎くん！何を眠りになって。いなくてせいせいするわ。それにしても、私にどこに行っちゃったのかな。マコ！中山くんから電話よ。中山くんって、お兄ちゃんの友達の？俺なんか女の子と歩いたことも、手を握ったことも、匂いを嗅いだこともないのに。わあ！匂いくらい嗅いでもいいです。アキラくん、いいだろ。わあ！わあ！
こうしてネムリンとビビアン、モンローはうちに住むことになりました。やっほー。あ、パパおかえりなさい。あ、おお。緊張。